ストーリー D、ストーリー D、いかがでしょうか。はいいやー、今回ですね、平成最後の2日間、ストーリー D、外注が2.0、再販でございます。泣きのワンチャンです。そして、平成も、もう終わります。もう2日しかないです。まあ、ちょっともう多分日付回ってるんで、まあ、億万長者合宿を直近でやってたんですけども、 無事、えー、東京の方に戻ってきまして、えー、これからですねこちらの映像とか編集して深夜アップロードしますけれども、まあ、疲れましたね、まあ、ゴールデンウィークの渋滞が非常にすごくて、まあ、仮眠を撮りましたこちらでね仮眠を、はいまあ、こうやってちょっと一眼で、まあ、ストーリー D はちょっとねあの質にこだわってる部分があるんであの一眼で撮ってるんですけど 結構映像綺麗ですねやっぱ一眼 <laughs>、はいうん、まあ今回ですねもう,う再販しますけれども、まあ、結構動画で何本か言いましたけど今後その再販するってなった場合は、まあ、今回ねお客さんからそのあや,さんあやさんの方にねストーリー D ずっと見てたけど勇気がなく踏み出せませんでしたっていう方のために、まあえー、再販しますけれどもこれを繰り返してるとキリがないですから えー、なんだ僕も需要があるんだったら売りたいんですよニーズがあるんだったらもちろん売っていきたいんですけどただこれ繰り返すといつまで売るねんって話になっちゃうんであのルールとしては、えー、これが終わったら本当に終わりですでどうしてもあ買いたいっていうことであるならば、えー、土木座のね動画を送っていただいて、ね、その買いたい理由ですよね 土下座で買いたい理由を動画で送っていただいてその動画を僕の R34 マガジンで晒してで他の方にこの方に商品売っていいですかっていう企画をしてそれで多数決で取って OK だったら売るという形にしますんでまあもう本当ほぼこれが最後かなと思います土下座で動画を送ってきて晒されるってことは多分や,やらないですよねみんな <laughs> 多分やりたくないと思うんでまあ本当に実質これが最後かなと思いますなのでもうあの僕からは販売してないです で僕はもう、えー、商品の販売もどんどん控えてるんでいろいろや,やらないといけないことがうんで5月から五月1日からも、えー、令和になりますから令和キャンペーンではないですけどプロジェクト D が始まります令和からですねプロジェクト D が始まります <laughs> プロジェクト X のパクリなんですけど <laughs> プロジェクト D がね令和からこれいいなっていうこれ,これもいいんでそのプロジェクト D も, D も楽しみにしておいてください はい、でまあ今回綾さんの商品なんですけど僕から買うと、えー、極秘コンテンツ100個ですね極秘コンテンツこれは、えー、60万円の僕の塾に入らないと見れない、えー、極秘コンテンツ100個のコンテンツ100個の動画ですねでこれは弟子の前で僕が指導して、まあ、その弟子からね実際億万長者も2人生まれてるんですけども、えー、実際その中で何を教えてたのっていうもうガチ映像ですよねうん。 まあガチンコファイトクラブのガチ版です。ぶ、は、ん、い、殴ってる映像もありますし、はい、まあそれ100個ですね。はい、だそれ見れば、まあマインドとかそういう、まあ僕の昔やってたことがもうわかりますし、うん。はい。今はね、結構もう、昔の面影がもうほぼなくなってきたんで、あれですけど、うん。まあ結構やってましたからね、僕も。ガ,ツガリガリで。 ま、それの極秘映像が見れるっていう100個。はい。で、実際僕からそういうのを勉強して億万長者も2人生まれてますよってことですね。はい。で、あとは、あ、そうですね。そのそのその100個あれば十分ですね。で、今回その、あやさんの外注化2.0なんですけど、動画でも何度も言ってきましたけど、えー、まあ、今回億万長者合宿やって思ったこともちょっとシェアしますけど、やっぱね、 2ヶ月いよあったわけでですよ億万長者合宿までで僕たち300話取ったんですねでこのストーリー D も同時並行でやってたわけですよで他にもや僕もやってますしで他にやってたのね結構しんどかったのが久しぶりに僕コピーあの、うん、裏でねその、えー、業者間でその会社からそのコピー書いてくれませんかっていう依頼があったんですよでそれは歯ブラシの、えー、ホワイトニングの歯ブラシと歯磨き粉の うんそのレター LP だったんですけどそれも裏でやってたんですよでそれがね僕ねさすがに人生で初めてなんですよね歯ブラシの LP レター作るのってそれがね頭痛くてそれも裏でやってましたからね <laughs> あの業者の仕事以来歯磨きしかも人生初歯磨きの LP っていう <laughs> それも作ってたんで、まあ、そういうのやりながら300話まで作ってましたからね僕はでまあ実際蓋開けて 合宿参加者の方に聞きましたけど、まあ、ほとんどやってないわけですよ。やってないですよね。うん。やったとしても本当にちょっとですよ。2ヶ月あったらもっとできるでしょうっていうところに到達してる人は全然いなかったですね。だから結局、僕はもうやりましょうっていうことも伝えますし、僕も背中を見せるためにこれからも続けます。で、億万長者シリーズも1万は、1万は取りますし、 このストーリー D も僕ののファイナルカットト編集技術を上げるために1万は取りますスーーリー D もだからストーリー D だけはファイナルカットを使うとも決まっ決めてるんでストーリー D だけはファイナルカットを使ってでもストーリー D1 シリーズでも1万は使えばやれば1万回ファイナルカットを使ったってことになるので結構映像の、うん、編集スキルも上がるんじゃないかなと思いますしできるだけ何 一眼レフも使ってきますしねストーリー D は。まあこれもね、社内で一眼レフで自撮りするの初めてですね。うん。そう。だからね、多分そのストーリー D で僕はファイナルカットをこう使っていく中で、他にも応用してね、多分使えると思うんですよね、いろいろと。うん。なん結局、他にも僕は応用聞くかなってところで。なまあ、ストーリー D も販売終わった後も動画を撮っていきますん、ね、で、編集技術を上げるために。 で、今度ね、またアヤさんと会うんですよ、福岡で。で、その時もまたなんか動画撮り、撮りますし、そのストーリーに入れますよ。うん。そう。で、まあ話を戻すと、まあほとんどの人は一人でできないんですよね。続けられないし。うん。だったら、害虫化っていう方法があるよって話で、やっぱその自分のキャパシティってどうすか僕は自分のキャパシティを上げる努力をしてます。自分の限界を超える。例えば今日、今日も、 今日奥満長,長者合宿でですね最後「その今日合宿が今日で終わります」とで「今日家に,帰りたい家に帰ってやることを発表してください」っていうものがあったんですね「今日家に帰ってやることは何ですか?」と「まあ、これから合宿が終わってまあやるわけなんですけど今日やること今日できることを発表してください」って言ったわけですよ。 多分おそらく僕は合宿参加者の方の10倍ぐらいやってるなと思います。この動画も編集しますから。これを編集して寝た、寝ます。さすがに。うん。でも僕はなんか、まあこの再販もありますんで、僕自身も再販するとは思わなかったですし、どうせ再販するんだったら多くの方にね、もうお問い合わせしてほしいですよ。だってこれが最後ですから、平成も最後だし、どうせやるんだったら、 しっかりと告知しなければいけないですし、どうせやるんだったら僕はもう売りたいですし、てか売るべきだし、なんで、なぜ売るべきなのかっていうと、できないんですよ、みんな。一 <laughs> 人でできないんですよ。僕の場合は限界を超えてね、あの移動、億万長者合宿2日間でしか1日目もね、1日目も朝5時に到着してで、ちょっと1時間半ぐらいの仮眠で1日目スタートしてもフルマックスや,やりましたし、 で2日目も、まあ、ちょっと疲れてましたけど、まあまあ、ちゃんとやりましたしで合宿終わってから車で移動で何渋滞挟んで仮眠取りながら今ここでまたやってますから多分まあ合宿参加者の方よりやってるんじゃないかなと思いますけどね。うん、だ要は自分そのなんかやらないと僕の中ではそのここで諦めたら。 うん、どうなのかなっていう。諦めるとは、まあ、自分との戦いです。すみません、これは。自分との戦いです。要は、億万長者合宿をやった、やって、やりましょうっていうことを言ってるわけじゃないですか。で、全然やってませんねっていうことも僕は言うわけですよ。だから言ってる本人が自分に負けたら、なんかその、かっこ悪くないですか <laughs>、ね。やりましょうってって、全然やってないじゃないですか。やりましょうって言ってる本人が自分に負けてたら、なんかその、かっこ悪いんで。だから僕は やり切るっていうやろうと思ったことはできるだけやりきるっていうまあ物理的に無理な時は無理ですよさすがに物理的に無理な時は無理ですし僕も物理的にもう体がもう,ガチもう無理だなと思ったら仮眠しましたよしっかりと仮眠4時間ぐらい仮眠しました僕はもうくたばったことようにまあ肩も今ガチガチなんでちょっとマッサージ行きたいなと思うんですけどまあでも動画を撮れるじゃないですか肩痛くても動画を撮れるんでそう自分に負けたくないっていうのがあるんで やりますけどであとはしっかりと今回再販するんでえしっかりと届けるとうんしっかりとセールするとで本当に今回は自分でできない人は本当にあやさんの外注化にいてで申し込んだ方がいいと思いますよでしかもネットビジネスの基本なんですよアフリエイトってネットビジネスの基本なんですよもう原型みたいなもんですだからこれを知る マスターするさらに害虫化で回せるようになったらあとはまた何かね僕が教えてるようなあやさんもそうですけどあやさんはサイターフレイトを、えー、こうマスターして次にそれをコンテンツ販売で僕の塾に入ったわけですよドリームアカデミアに。だからそのステどうですかね、えー、月300とかあってじゃあ次のステップ行こうかなっていうことでコンテンツ販売してもいいだろうし、えー、いや300あれば十分だよって方はそれでいいだろうし。うん で時間にゆとりがあるんで、もし動画やろうっていう方は、動画、ね、今回も億万長者合宿の方、参加者の方が結構ほとんど動画やろうっていう話だったんですけど、まあ、何かしらの理由、時間がないとか、そういう理由って動画ほとんどやってないんですよ。じゃあ、次300万ぐらい稼げてて、今資金にもゆとりがあって、週、まあやさんも言ってますけど、週5時間ぐらいしか使ってないんですよ、今、あやさんは。じゃあ、残り、残り、残り何十時間あるんですかって、1日24時間ですよね。 もはや1週間のうち1日の5時間だけなんですよね。もちろんなんか新しいサイトとか作るってなった場合は、あの、ちょっともうちょっとかかるって言ってましたけど、まあまあそんなもんですよ。だからまあだから週休2日じゃなくて週休6日ですね。どうすか。週休6日あったら動画も撮れますよね。うん。 だから外注化するっていうことはやっぱ自分ではできないパワーが生まれるわけじゃないですか僕は自分のパワーできることをもっと向上させたいだからこのストーリー D のファイナルカットも使い方をマスターしたい向上させたいから1万は取るよ1万回やるっていうことをコミットメントしてますけれどもほとんどの人はでもそこはできないんですよだ,だったら人に任せればいいんじゃないかなっていう人に任せるっていうスキルですよねどっちでもいいじゃないですか 自分ででやりたいですか僕みたいに自分でやりたいことが目的ですか目的って多分お金稼ぐことが目的だと思うんですよお金稼ぐことが目的でありじ時間的自由を手に入れるっていうのは目的だと思うんですねだったら害虫でもよくないって話じゃないですか別にその自分でやるっていうことにうーん,なんかうーん固執する必要がどこにありますか 僕は自分でやった方がいいと思いますし自分は自分でやるタイプなんでそのメッセージは伝え続けてますよ。だって自分一人でできれば全部自分の意思決定で全部できるんで。うん、例えば外注さんこれねじゃあメデメリットも、うん、まあ、ま、これはデメリットをカバーすることをやればいい何人かいればいいと思うんですけど例えば例えばさ、例えば外注さんが今一人しかいませんってなった場合にその外注さんが あのいなくなったらじゃあ納品してもらうっていう予定だった予定だったけど納品されなかった場合また探さないといけないじゃないですかまあやさんは50人ぐらいも作ってるんでそういうことは1人かけても別に入ってくると思うんでいいと思うんですけど最初の段階って最初から50人とか無理じゃないですか一人一人じゃないですかじゃ多分その過程でそのなんだ、えー、絶対ではないんでなんか納品しない人も出てくると思うんですよ じゃあ、納品しなかった時どういうふうに対応するのかっていうのも、あやさんのなんか講義に入ってるかもしれないですけど、いや要は自分に意思決定がないっていうところがあるじゃないですか、人に任せるっていうのは。だそこがデメ,デメリットですよね。意思決定がない。でも自分でやるっていうのは全部自分で意思決定できるんで、自分がやるって決めれば、いくらでもやれるわけですよ。だから僕が、ね、億万長者合宿から、多分おそらくなんですけど、億万長者合宿参加者の方に、この日に、今日、 家に帰って30本動画を撮りましょうっつってもやる人なかなかいなかったりしますよ多分さすがに無理っすよみたいな <laughs>、ね、で僕は自分の意思決定でどんなに疲れててもやれるんですよど,どうしますっていう目的としてはどなんかど,どっちですかみたいな目的が自分でやることですかお金を稼ぐことですかどっちですか目的は何なんですかって話じゃないですか うん、だからそこをしっかりと考えた上で自分ができるんだったら自分一人では僕はやった方がいいと思いますなぜならば自分で全部意思決定ができるんで全部がうんただ、えー、パワーは一人一人だよっていうそれはそうですよね僕もなんだろう50人に勝てないですよ例えばブログの記事をね僕が頑張って書きましたじゃあ50人が一気に書いたやつとその量勝てなくないですか 無理ですよだこれがその外注化するとできるんですよ。まあやさんも言ってましたけど自分にはやっぱり自分がどれだけやっても限界があるなっていうところで外注っていうところに行ったわけですよ。人人ははは絶絶対対限限界界あありりまますよで僕自身も1人は限界があるんでビジネスとしてどういうことをやってるかっていうとジョイントをやってるわけですよ。1人だけの僕はコンテンテツを販売してます でじゃあ僕だけのセミナー映像だと限界があるんであるんでほ、えー、の人とタイアップしてジョイントしてやってます今回のあやさんもジョイントしてますで今度6月にまたセミナーするんですけど、えー、その6月もジョイントしてセミナー一緒にやりますとか、まあ、そういうふうに、あのー、僕は僕もその人をその外注化するとかそういうわけじゃなくて一緒にやるってことやってますよ。それはコンテンテツの中身が僕一人だけだけと レパートリーがなくなっちゃうんで今回の億万長者合宿も僕じゃなくてあ僕,僕も含めた久保さんっていう方と一緒にやることによって相乗効果が生まれてるわけですよだから僕はジョイント思考ですね一緒にやるっていう思考ですね一緒にビジネスやっていくっていうでもこれは結構高度だと思うんですよなかなかと、うん、どうですか一緒になんかセミナーとかできますじゃ久保さんと一緒にセミナーできますか僕と一緒にセミナーができますか 多分そこを求めてないですよね求めてる人もちょっとい,るいっちゃいるところもあるんですけどほとんどの人は「いや私喋ることないし」みたいな話じゃないですか、うん、だからまあ目的は何ですかと多分目的はお金稼ぐことと時間的な自由なんですよもう束縛されないってい多分この2点だと思うんですねまずはでこの2点はさっさと叶えて自分のやりたいことをや,やればいいと思うんですよ 僕は早くなんだろうな自分のやりたいことを全部やりきるために今基盤を作ってるわけですね今借金もありますし借金の返済をする上でのコンテンツ販売もしていかないといけないしプラスに変えないといけないしプラスに変えた後安定的に利益が上がる仕組みも作らないといけないしだから今あと3年は僕はもがき苦しみながら、うん、プラスに転換していくとまあ借金に関しては年内順になんとかするっていうのがあるんですけど。 で40までにしっかりと、えー、ある程度の基盤を作るで40歳から隠居して自分の本当に好きなことだけしかやらないっていう、えー、シフトチェンジしたい、まあ、久保さんは40からネットビジネス始めましたけど僕は40から隠居っていうだから隠居 T シャツを40から着ようかなと思ってますけど、ね、僕,も <laughs> 僕はそんな感じで人生設計大きい人生設計ですよねそういうのを立ててます で、あとは、海外移住も最近、海外で住みたいなっていうことも、えー、考え始めたんで、40から海外に、えー、なんかその、ずっとそこに固定するわけじゃなくて、今、鹿児島に一鹿児島にありますけど、えー、日本は鹿児島うーん、海外に1校、2校とか。で、夏はこっち行ってこっちみたいな、もういいかなっていう。で、あとね、この前なんかね、パッとなんか、なんだっけな。 あの田舎のなんかテレビかななんかその家賃2万のところあってあ家賃2万みたいなでもそれ移住しないといけないのかなかめっちゃ田舎なんですけど家賃2万でめっちゃ広いんですよだからなんか探せばなんかそう家賃2万でもクソ広くて田舎だけどなんかいっぱいあると思うんですよ日本の中でもだからその本当に日本全国家があって海外にもあってもうじゃあ今月はこっち行こうかなみたいなねやりたいですよねうん そうだやりたいことをやるために僕は今を変えてるんですよ。わかります <laughs> やりたいことをやりたいから死ぬ前にね。だから今をやりきってるんです。でも多くの人は未来を変えたいとか収入を変えたいと思ってるのに今やりきってないんですよ。今やりきってます。僕は本当に未来変えたいんでもっと自由になりたいしもっと好きなことやりたいしだから今頑張るんですよ。だから今商品売るんですよ。 わかります <laughs> そうだからセールスチャンスじゃないですかあと2日間しかないですよしかも平成あと2日ですよいやあと2日しかない動かないってやばないですかどんなに疲れてても動きますよ僕はだと2日しかないんだもんあと泣いても笑っても平成はもう2日しかないんですよで僕の再販のこのセールスチャンスも2日しかないですだからやるしかないですどうですかね 別に買わなくてもいいし申し込まなくてもいいんですけど僕が今の話で伝えたいのは大丈夫ですかっていう時間戻ってこないよってことなんですよだから本当に収入変えたいとか人生変えたいんであるならばうん今をやりきってほしいなって今やりきれない人が今後もやりきれないだろうしうなんか一つに決めてねやってほしいですねで多くの人が継続できない続けられない っていうことなんで外中化ね2.0でその人の力も借りてやっていくっていうところをまあ一つ入れといた方がいいんじゃないかなということころでございますね、はい、ちょっと長くなりましたね、はい、うんであやさんは本物ですだからそこら辺のね その役者が出てるような、役者が出てるような高額塾、役者が出てるような人たちの高額なものを買うんだったら、絶対、あれ、今回のほう買っといてください。もう一度ますね。多分今回買わなかったとしても、他のメルマが他のラインアット見てるでしょ、多分。多分見てるはずなんですよ。だから案内来るでしょ。まあ僕はもう他の人のラインアットとか全く見てないんで。全く見てないですね。てか、一人も登録してないじゃないですかね、ラインアット。 まあ多分僕の情報を見てる人の中では8割ぐらいは他の LINE アット他のメルマが見てるでしょうということはいろんな商品が案内されますでそれがね本物かどうかは分からないです本物かもしれないし偽物かも分かんないですけれどもよくあるプロモーションですよね最近のやつはもう偽物ほとんどですから役者が出てるんで昔役者が出るってことなかったっすよ 僕が十何年前のプロモーションって役者出てないっすよ十何年前は本当に稼いでる人がちゃんと出てましたからでフリーコンテンツもあったし今なんかもうドラマみたいになってますから作り込みが映画とかドラマどういうことやねっていうね <laughs> 本当変わっちゃいましたね売り方がうんだから役者を信じるのか,だかそれはねそれは見る目がなかったなって話ですよ うん、そのしかも役者もね売れない役者さんをそのお金に困ってる役者さんねそ,のそれを引っ張ってきてるんですよ。うん、いやだ、まあ、これまあ結局外注が2.0に申し込まなかったとしてもいろいろねご案内はあると思いますんで、うん、その時にあの時に申し込んでいけばよかったなっていう後悔だけはしないでください。まあ、今回の再販の理由もずっとストーリー D 見てたけど。 結局勇気が出せなくても申し込めなかったっていう結局そこなんでだからもうこれが本当に最後ですよマジで僕ももういっぱい詰まってるんでもう本当はね今月中に売りたかったやつもあるんですけどもう夏になりましたねもう結構ずれて夏になりましたであとねまだその結構でかい案件ですねようやく1年越しにできたワシズロボットこれも一般販売したいですけど1年後かもしれないです これも当分先なんで検証もだいぶしないといけないですけど結構ビッグな商品も控えてますから僕もいろいろ売ってきますようんだワシロボットはねもう業界に激震が走るんじゃないかなって話ですねあれはマジで、うん、あれすごいものは今も1年ですからね構想から1年経ちましたからようやくで,、ね、で,できてそうまあいいや余談ですけど まあ、ということで、えー、今日の18時ですね。これ多分、今何時だまあ ?1 時半だ。これ編集したらあれだな。はい、4月29日1時25分ですね。これ編集して3時4時。他にも動画いっぱいアップしないといけないから。まあ、ちょっと3時,3時間4時間仮眠したんで。 いいですけどまあ今日の18時に、えー、流しますんで今日の18時に LINE、えー、アットの方に流しますんで LINE アットの方にね登録しておいてくださいあの LINE、ー、アットでしか流しませんので,、はい、でこの YouTube の下にも入れときますんで LINE アットラインアットで、えー、18時に一発流しますで明日、えー、平成最後の日に何発か流しますんで今日明日に必ず登録しておいてください まあ明日のね、なんか23時とかに登録したら流れないかもしれないですけど。はい、とりあえず明日の18時、明日じゃない、今日ですね。29時、18時に一発流すんで、それまでに登録しておいてください。まあ明日も流しますけど。はい。ではですね、これで、えー、終わりたいと思います。ストーリー D も。えー、動画はね、続きますけれども、こちらの2.0、外二点2.0の販売はもうこれで平成最後、そしてこれで最後とさせていただきます。 では、えー、これで終わりりまます。ごご視聴ありがとうございました。もうこれだけいろんなものが揃ってるわけじゃないですかこれだけ寛容な恵まれた世界でネットがあって挑戦しようと挑戦する気持ちさえあれば何だって可能な時代じゃないですかこんなことを言い出すといやそんなことはないよって 言われれるる方ももも中にはいいのかもしれないんですけども日本人というだけで日本に住んでいるというだけで圧倒的ななアドバンテージがあるはずなんですよそれにもかかわらず僕たちはそうした環境に慣れてしまってコンフォートゾーンという自分たちが自分が快適でいられる環境に身を置いていずれ怠惰な部分にさえそのまま受け入れてそのまま日々を送っていくそうしたことにつながっているのかもしれません。 あの人だだかからできたんだとか自分には無理だ自分になんて才能のない自分になんてセンスもないしとか時間もないしお金もないしとかそうした言葉を重ねていってもその後で自分がどういった気持ちになるのかどういった感情を抱くのかそんなことは想像に難くないわけじゃないですか先ほど「残りの人生を」というフレーズがありましたけども残りの人生自分の残された時間 そんなななことは誰にもわわかからないいけじゃないですか自分の命がいつどういった形で終わるかなんて誰にもわからないわけですしあと30年40年50年と続く可能性もあればアスリンでも理不尽に奪われる可能性だってあるじゃないですかそのいつかはわからないでも必ず訪れる終わりの日を意識しながら大切に日々を積み重ねていく。 そういういことなんだろうって思うんですよね。